おやつにしよう。おお。うわ、なんで隣に座んなきゃなの。おお。でしょ、すごいでしょ。でもこれは序の口。指を入れてボタンを押すと綺麗なネイルに。いい感じでしょ。うわあ、すごい。クラマラスでしょ。残りのネイルもやっちゃおう。おお、私もなんかできるかもしんない。モデリングクレイだ。平らに伸ばして、玉に丸める。そしたら成形。四角くしたら灰色のクレイでソーセージ。これでいいかな。これを青いクレイに巻く。ギュッとするよ。次に顔を作る。とっても可愛いね。こういうのをもっと作ろう。みんな好きなキャラクター。ネイルサロンいらず。すごいでしょ。こっちのネイルの方がすごいって。わあ、どうやったのそれ。色を一味足すぞ。あ、微妙だな。痛いんだけど。おっと、失礼。なあミア、これで元気が出るかもよ。犬好きだろ。ワンワン。わあ、すごい。かわいい。私にちょうだい。お願い。ダメだ。見てもいいけど触っちゃダメだ。イライラする。私もいいもの欲しい。自分だけのエンターテイメント。細かく切った紙をね、こうやって互い違いに折る。このまま何層も作っていくよ。色は変えておこう。心が落ち着く。折り紙みたい。もうすぐ完成。あとちょっとだ。よし。うわぁ、すごいな。確かに面白そう。うん、けど犬はもっといる。ほら、動物好きだ。こっちは猫の顔を描いちゃうもんね。顔のパーツもおひげもほら、かわいい。そしたら紙を貼ろう。手作りおもちゃの完成。とっても楽しい。うわぁ、すごいじゃないか。うわ、近づくな。俺の犬が火を吹くぜ。望むところ、倒してやる。いや、それはどうかな。はい、皆さん、なんだ、ここは動物シェルターか何かか。おっと、落ち着こう。やめなさい。あっちが先に。始めてないし。いや、始めた。それでよろしい。おう、なんだこれは。クールじゃないか。ぐるる、落ち着け。友達だろ。何？何やってんだ。作業に戻りなさい。不公平だ。今日は最高だ。あ、ヤッホー、マイルズ。あー、羊、こっちへ来て。あれ、私が見えない。眠いな。寝よう。ああ、やっと来たな。朝ごはんです。サックサクのコーンフレーク。お楽しみを。フレッシュなミルクもあります。召し上がれ。これは冗談か？俺を誰だと思ってる。こんなのは食べないぞ。もちろんでございます。何？え？どっから飛んできた？まあいいや、もう起きたよ。おや、あっちでは何が？どうすればいいかわかりました。お菓子はどうでしょう。ほらほら、お菓子ですぞ。うん、お菓子はいいな。くれくれ。もちろんでございます。シリアルに色を追加。そうでなくちゃ。じゃ、あっち行った。良さそうだ。おいしそう。うん、おいしい。けどお腹いっぱいだ。もう一口も食べられない。お、ポップイットだ。何かがおかしいぞ。こりゃつまんないな。もういいや。これはどうだ。思ってたより楽しくない。羊、こっちへ来てくれ。ただいま。お、これいいじゃないか。こういうのが良かった。よくやったぞ。お金が必要だ。じゃあ試すぞ。お金を入れてボタンを押すとキャンディーが出てくれ。わあ、超クールじゃん。あの貧乏な子は何してる？うん、空っぽだ。人生ってつらい。キャンディーがいっぱいだ。全部俺の。うん、超おいしい。
わあ、美味しそうだ。うん、ひらめいたぞ。シリアルボックスをピンクにした。四角く切り抜くよ。定規を使おうね。次に切り抜こう。次はトイレットペーパーの芯、ペンでなぞるよ。滑らないように場所を固定。そしたら切り抜くよ。さっきの芯も四角く切る。それを切るよ。線に沿って。完璧だ。これを箱にセット。切り抜いた方を差し込んでね。そしたら箱を返す。後ろにフラップ、左下に長方形、小さくね。これも切り抜く。厚紙にグルーをつけて、角度をつけてセット。この厚紙は両側にセット。これも角度をつけるよ。厚紙で箱を作ったよ。これをスロットの下に、大きな四角の上にプラスチックを貼る。楽しくしたいからね。わあ、とっても綺麗だ。準備はできたね。こういうのが欲しかった。最高。ダイヤルを押すとお菓子が出てくる。うん、どこで見つけたんだ。俺も欲しい。羊、取ってこい。早くしろ。何かご用で？一緒に来るんだ。行かなきゃダメ？どうも。どうも。あー、素敵だな。いや、握手はいい。あ、そっか。で、ハンサムだね。そうだろ。それはなんだ？これは私の自動販売機。わあ、すごいな。これ、俺のキャンディーマシン。ボタンを押すとお菓子が出てくる。すごいだろう。な？うん、私の機械は空っぽだな。そこがたまに傷。確かにがっかりだ。なんとかしよう。羊。わあ、プニプニおもちゃ。もらった。これ好きなんだ。私も。自動販売機に入れよう。そーら、入れ。いいな。もらった。その調子。そうだ、全部入れるんだ。これで最後。ダイヤルを回そう。回したらおもちゃが出てくる。わあ、すごいな。すごい機械だ。今日は最高だな。もっといい日にしたい？な、何をしてるんだ。羊、 SP 呼んで。なんでもないけど、見張ってろ。ハイスコアを目指せ。もうすぐだ。おっと。おい、どこ見てんだい。こっちのセリフだ。ああ、今日もいい天気だ。うわ、フーリガンだ。喧嘩はやめなさい。あっちへ行くんだ。ダメだぞ、わかるな。何もしてない。ったく、またお前か。はいはい、今日は台無しにしないでよ。わあ、キャンディーだ。あ、でも空っぽ。がっかりだな。残念。うん、喉元すぎればお腹の贅肉。けどその価値ありだ。何見てるんだ。私もキャンディー欲しいな。おい、ミア、これを見るんだ。何それ。わあ、それすごい。だろ、柔らかくてプニプニだ。うわ、ほら見たか。危ない。うん、美味しそうなサンドイッチだ。この時を待っていた。なんだ、どこから降ってきた。危なかったな。さて、なんだっけ。うぅ、スライムされた。汚い。俺のせい。おや、これ伸びるぞ。でかい鼻水みたい。そうだ、いいこと考えた。スマホケースがつまんないから変身させちゃおう。風船を切って下側を使う。これでよし。次にスライム。あー、気持ちいい。形を作ったら玉にする。そして風船の中へ。終わったらつまんでひねる。漏れたら困るからね。いい感じ。次にグルーガン。ケースにグルーをつけるよ。白いグルーを使おうね。適当な形にするよ。ほぼ全体に塗れるように。うん、これでよし。そしたらグルーで中を埋めよう。これが簡単なところ。はみ出さないようにしよう。隙間は作っちゃダメ。固まる前に風船をつける。これで楽しいスマホケース。あー、楽しい手触り。うわー、それ作ったのか。こっちおいで。うわー、やった。
誘われた。そう言ってくれると思ってた。キャンディーとチップスどっちがいい？チップスにする。同化交換だな。わあ、こりゃすごいや。よし、チップス食べるぞ。これ美味しいな。超美味しい。ずっと食べてられる。あれ、何してんの？どんだけ潰せるか試してるんだ。ダメー、それだけは。うわ、やっちまったかも。こりゃなんだ。スライムされた。すいません、マイルズのせいです。これ食べます？ならもらおうか。好物だ。君たち悪ガキじゃないみたいだな。ああ、これあげます。うん、パパが車買ってくれるって。こんな小さいとは思わないじゃん。まあ楽しいけどさ。今日はいい日だ。お、いい場所見っけ。自然を堪能できる場所だ。はぁ、今日は忙しかったからな。お、いいぞ。パンパン。お、わぁ、すごい車だ。ちょっと戻ってきて。何あれ、カップのピラミッド？壊すのにちょうどいい。それいけ。ふっふぅ、それいけ。痛い、頭が。ポイ捨てか。待てよ、これ使えるぞ。取り掛かろう。クリエイティブに行こう。これが楽しいんだ。カップに目を描くぞ。一つ目完了。二つ目も行くぞ。次に鼻を描く。これ可愛くなるぞ。次は口だ。可愛いカップじゃないか。次は赤いほっぺた。ヒゲも描くぞ。それができたら一旦避ける。紙でウサギの耳を作る。これをコップに固定。けどまだ終わりじゃないぞ。蓋にグルー、そして貼り合わせる。そしたら輪ゴムをキャップに巻く。こんな風に。次にテープで固定する。外れたら困るな。しっかり止まった。そしたらコップの両側に切り込み、反対側にもね。細かく切るぞ。それを上に巻く。次に蓋。切り込みにゴムを渡して、蓋を内側に入れる。そしたらこれを巻くぞ。きっちりきっちりできた。もう一つも作ったぞ。どうだ、すごいだろ。あれ、それはウサギ？なにそれ、超かわいい。この車時代遅れじゃん。お、いや、お元気かしら？それ見せて。ただの紙コップじゃん。キラキラが足りない。こうすりゃいいんだ。なんだ？金の粉か？こっちが退屈に見える。な、どうやったか教えて。大したことない。さあ、競争。レディー、ゴー！行け、ウサギ、行け！わあ、すごい！私勝ってる！待て！ちょっと待った、ストップ！今日は最高の日だ！信じられない！車をゲットだ！とってもかっこいいな。最高じゃないか！落ち着いて。逃げるぞ！なんでここにいるんだろう？お金？それだけ？チーズね、使えるかも。これでよし。このアイスキャンディー棒があれば OK。 チーズのブロックに刺したら3等分にするの。こうやってチーズに卵と小麦粉をつけて、最後はパン粉。熱々の油の中に入れたら金色になるまで火を通すの。うん、美味しそう。あとはお皿にのせるだけ。確かに美味しそうね。ちょっと、すみません。役立たずね。ヤッホー、助けが必要なの。え、今休暇中だよ。お金があるって？任せろ。よし、まずは着替えて。準備 OK。 どこに行くんだい？すぐ戻るから。心配だな。まあいいか。ワクワクする。昔を思い出すな。うん、あいつか。うん、
簡単簡単、今のうちに。お金は足りないぞ。まったくもう。あれ、料理は残念、不合格よ。え、信じられない。チーズはどこに行ったの。素晴らしいわ、うん、合格です。本当に、やった。こんなのずるい。中には何が入ってるのかな。朝食の時間だ。お腹ペコペコ。生卵？いつもは誰かが調理してくれるんだけど。これでレシピを確認しよう。げー、匂いグロすぎ。調理本？自分で調理すりゃいいんだね。なるほど、私ならできるっしょ。バキッとな。うわ、げー、思ったより派手にいったな。やっちゃった。やっぱり他の人にやってもらおう。向こうのあの人とか、お金は好きなんでしょ。おお、もちろん。ここにある卵だな。しばしお待ちを。そう来なくちゃ。新鮮な卵です。ああ、さてと。うん、めっちゃ軽いじゃん。まあな。中身入ってないよ。誰かが取り出しちゃったの。俺がやったっていうのか。待てよ、思いついちゃったかも。ほう、なんだろうね。ちょっとした小道具が必要なんだ。さて、魔法をお見せしましょう。まずは水にゼラチンを入れていくよ。4つの容器すべてに入れたら、しっかり混ぜて色を加えよ。ボウルごとに違う色を入れても OK。 しっかり混ぜることだけお忘れなく。よし、そしたら注射器に移して。完璧。どういう、卵の中に投入。それ。うわ、中身を入れた卵を冷蔵庫に移すよ。現生欲しい人。俺はこのために生まれてきたようなもんだ。さて、見てろよ。まずはグラスをサランラップで覆って、中に卵を割り入れる。卵がグラスに直接当たらないようにするんだ。そしたらラップを持ち上げて、グラスから取り出そう。ラップはひねって固定するんだ。開かないようにクリップを使おう。よし。そしたら卵をグラスから沸騰したお湯へ移動。出来上がったようだな。お皿に移したらラップをカット。お気に入りのシーズニングを加えて完成。まあ、カットしてみようか。わあ、完璧なトロトロ卵。なんかないかな。やった。うわー、すごい。最高にカラフルな卵だ。イエーイ。このすごい卵見てよ。それって同じ卵。どうも。で、心配するな、任せてくれ。うわあ、どっちも美味しそうだけど。うわー、やったー。私のご褒美、カツって最高。ねえ、次のチャレンジの番よ。ホットドッグとキュウリか。これだったら何か作れるわ。海苔と鮭とご飯、お寿司を作っちゃおう。どうしようかな。そうね、始めてみよっと。もしもし、寿司職人を探してるんですけど。あとは待つだけよ。はい、食材はここです。うわ、すごい。マジ？職人を雇ったの？お寿司の完成です。2種類のサーモンロールを作ってみました。完全に不公平。いいわ、私も美味しいものを作ってやるんだから。まずは端を切ってから、真ん中をくり抜いてっと。
よし、穴が開いたわ。次はホットドッグを入れなきゃ。よし、うまくいった。次はスライス。端から端まで切ってった。うん、予想以上に頑張ってるみたいね。ほら、私だってロールを作れるのよ。ねえ、何やってるの？じゃあ食べてみましょう。あら、ダイヤモンドがおしゃれね。あ、痛い。歯が、ダイヤモンドで歯が折れちゃったわ。こんなもの食べられないわ。うん、このホットドッグロール美味しいわ。え、マジ？このラウンドは完全にリリーの勝ち。よし、勝ったわ。毎回は負けるわけにはいかないの。何かあるかしら。おお、ゲット。腐ってない。やっと食べ物にありついたわ。お恵みよ。じゃあリンゴはどう？またね。なんとお優しい。この10ドルもしたカップケーキ、至福だわ。ちょっと匂いがうつるわ。へえ、お腹が空いてるんだ。ほら、あげない。カップケーキの無駄になるでしょ、この負け犬。ホームレスとか。もう怒った。とっちめてやるんだからね。金持ち貧しい入れ替われ。何？何が起こったの？うわぁ、最悪のことが起こった。こんなんなっていいの私？じゃあ仕事は終わり。おさらば。一生退屈なんだけど。お腹が空いたわ。執事？もしもし、執事？なに、自分で何とかしろって？あれ、それって冷蔵庫？運が向いてきたわ。お邪魔します。なに、これゴミじゃん。誰がこんなもの戻すのよ。てか腐ってるし。まあ食べられなくは。いやいやいや、正気を保て。やっぱり。あれ、消えた。わあ、ネズミだ。ゴミ盗まれた。まあでもこっちにも少し。何か食べるものをください。死んじゃうんだけど。やっぱり何もない。強く念じればきっと。と見せかけて、やっぱり空っぽ。念のためっていう話が。もうこれしか手はないか。ホットドッグにかけるものなのに。今日はこれが飲み物ね。ぬるい。ダメ、開けたらダメ。食べられるものは。こんなに素敵なものが。よっしゃ。何が起こったの？鳴り止まない。どうしよう。人が来た。全部私のもの？そんな生活ってあり？リンゴ大好物よ。楽しみに。何かしら。この子うざい。ほら、これあげるから。あー、お金。わー、嬉しい。もらっとくわ。わかったって。豪華な昼食は何だろう。金色のフライドポテトと金箔付きのハンバーガー。まあいいわ。何かが足りないわ。あ、忘れるところだった。自撮りでハッシュタグは金箔付きのハンバーガー。自撮りなんて待ってられない。私のは何だろう。紙のハンバーガー。それと魔法の杖か。チチンプイプイ。あー、消えちゃった。ヒヒヒ。何？あ、杖のせいだわ。
もうくそー、これをくらえ。あ、消えちゃった。よし、もーらいっと。いただきます。わー、紙より全然おいしい。はー、もうひー、キモいし汚い。あ、戻ったの、おしゃれなファッション。ははっ、何のこと。バナナの皮。ふぃー、気持ち悪いわ、最悪。わー、すごいマシュマロ。あは、1個？なんで1個だけ？どうすればいいの？残念ね。あふん。美味しくなるに間違いない。ワッフルメーカーの上に乗せて、蓋を閉めたらスイッチオン。あとは待つだけ。どうかしたの？もう、絶対に負けない。私は電子レンジよ。豪華な器具なんていらない。この中にマシュマロを入れてチンするだけ。えへへ、うん、なんか匂わない。あー、最悪、汚い、こんなのずるい。あ、できた。すごい大きい。見てこれ。ほんとだ、すごい。私のは丸焦げ。間違いなく不合格。残念ね。それは素晴らしい。ナイスジョブ。うわー、ありがとう。褒めてあげる。はい、試験を始めますよ。開始、実力を発揮してください。え、マジ？これしか入ってないの？げえ、短い色鉛筆しか持ってない。先も折れてるし。お、リジーのすごいな、いろんな文房具がある。ああ、俺はこれだけか。待てよ、お金持ってたっけ。これじゃ絶対無理だ。そうだ、ゴミ箱に何か入ってるかも。何が入ってるかな。ゲ、リアム何やってんの。アイスの棒だ、絶対に使えるぞ。よし、教室にあるシリコン型を使ってみよう。水を入れてから食品着色料を加えて、よーくかき混ぜよう。よし、他の色も加えてみよう。そしてアイスの棒が倒れないように刺して凍らせる。よし、全部凍ったら次に行こう。 OK、 アイスクレヨンで実際に描いてみよう。いいね、めっちゃカラフル、いい感じ。ついでにちょっと舐めちゃおう。うん、うまい。うん、結構頭いいわね。うん、私はどうしよう。そうそう、お金持ってたんだ。これだったら十分。えへん、ボンジョー、絵をお描きしましょうか。支払いは後。うん、まずは描いて。うん、はい、そうですね、傑作をお描きします。はあ、美術って退屈。完成しました。じゃーん。何それ、下手くそ、あっち行って。私の芸術を、趣味が悪い女だ。はあ、芸術家って最悪ね。え、ああ、どうでもいいからさっさと書いて。はい、先生にクラスで一番うまいって言われたんです。クレヨンの塗り絵は大好き。よし、できた。何これ、家と雲？メリー、これじゃダメ。うわ、泣かないで。どうすればいいの。あ、ロリポップあげる。うえ、何それ、ロリポップ。え、それがいい。あ、お金、わかったわ。ほら、もう行って次。うわ、最悪。うわ、じゃあ見てください。ほら、うわ、
すごい気に入ったわ。はい、お金。うお、ありがとう。やった、最高だわ。ねえリアム、ん、見て。おお、よかったね。俺はアイスキャンディー使ってるんだ。ねえ、そのアートじゃなくてこっちを見てよ。私からね。いいよ。うん、待ちきれない。うわ、大好物のキラキラの魚。うわー、すいすい。マジ食べ物で遊んでる。すいすい。うわー、美味しそうな匂い。うん、予想通りすごく美味しい。うん、お腹が減ったな。美味しいものが入ってればいいけど、よし。釣り竿なんて食べられないわ。何これ。ははは、美味しそうね。見てて、美味しいものを釣ってみせるわ。いやー、これどうなってるの。洋服なんて食べられないわ。もうもっと遠くに投げなきゃ。うわー、大物みたい。ねえ、何やってるの。助けて、引き込まれそう。はい、押さえてあげる。うん、助かったわ。もっと引っ張って。はあ、きつかった。うわ、魚、何かご用ですか。ねえ、この魚喋ってる。お寿司が食べたかったの。ありがとう。バイバイ、もう釣らないでね。わあ、美味しそう。いただきます。まだ足りないからちょっとくれない。いいわ、ちょっとあげる。ありがとう。超うま。たくさん食べちゃおう。今度は何だろう。うわー、ケーキだ。何が起こってるの。私のはチョコレートカップケーキ。微妙だな。今すぐ食べたい。ハンドバッグちょうだい。おー、はい、ありがとう。違う、これもいらない。それ全部カバンに入るなんてすごくない。どこかな。これでもない。iPhone 捨てたわけ。今のうち。さっき見たんだけど、あった。ケーキの上にぴったり。それ最高。うん、いい感じ。色もつけなきゃね。人形の上からこうやって入れるの。こぼれないように気をつけながらね。うわー、何それ。準備はいい。それすごい。まだ終わってないよ。魔法の粉、じゃじゃーん。綺麗。こんなケーキに勝てるわけないし。あ、そうだ、試してみよう。フロスティングをつけるの。たっぷりね。何か足りない。あ、サンド、今はいらないかな。面白い。ん、この目使えるかも。ケーキの上に乗せて完成。どう。本気？対決だってわかってる？うわー、まさに芸術作品ね。素晴らしい。やった、嬉しい。そしてこの怪物は怖いですわ。ダメね。え、でも、そう？可愛くない？ママママ、見て、学校でパーティーがあるの。あらまあ、すごい楽しそうね。でもさ、他の服でいた方がいいと思わない？大丈夫。この箱の中に使えるものがあるから。どれどれ、見てみましょう。青系の何か。古着みたいね。いいわ、着てみて。うん、わかった。サイズはいいからいいのかな。
でもちょっといろいろついてて汚いんだけど。大丈夫よ、掃除機を使ってクモの巣だけでも取りましょう。いいわね、取れてる取れてる。後ろを向いて背中のを取るから。これで終わる。止めて、ちょっと待って、この掃除機使えるかも。よし、このヘアゴムを使って試してみて。ああ、なるほど、このヘアゴムを掃除機のホースにつけて掃除機で吸ったら髪が分かれる。ヘアゴムを止めたら出来上がり。こんなに簡単にツインテール作ったことない。すごい、パーティーの準備 OK だね。助けてくれてありがとう、ママ大好きだよ。いってらっしゃい。待って、招待状忘れてるわ。やっほー、みんなパーティーに来たよ。え、アニーはツインテールで、ベティも、リアムもツインテールなの？人の流行りになんて乗らないの。私が流行りを決めるのよ。ちょっとスタイリストでしょ、私の髪型変えてよね。問題ないです、パーティーに伺います。来てくれてありがとう。みんなツインテールなの。あら、本当だ、ちょっといただけないですわね。大丈夫です、問題解決できますから。髪をこういう風にして分けますね。何個かに分けますよ、反対側も。よし、すでに可愛い見た目。でもまだですからね、キラッキラを足していきます。見た目にも豪華なラインストーン登場。最高、これでパーティーに行っても恥ずかしくないわ。すごい、エマを見て、キラキラに光ってる。リアム、本当にエマを見てよ。わあ、エマの髪型ってば可愛い。私にもあんな髪にできるかな。キャンディーはある、ちょっと舐めてつければ。落ちた、ダメか、私にはできないか。この髪の色いいかも。形はどうしますか。もういい、今日のペディキュア終わりにして。よし、じゃあ始めてみよう。いやー、こんな死に方、これで人生終わるなんて。あー、足の小指が、死んじゃうわ、これじゃもうダメ。なんでこんなことに。先生、痛くてしょうがないんです。足の小指をぶつけたの。どうにかしてよ。わかっています、ではよく見てみますね。バンドエイドを貼ってと。見てられない。よくなった。なってない。そうか、じゃあ栄養を取るためにお菓子を食べましょうか。あ、私の大好物がある。あとこれで仰いであげましょう。めっちゃ寒い、全然温まらない。ああ、やっぱりすごい熱。どうすれば楽になるかな。そうだ、薬を買おうか。これじゃ足りない、薬は高すぎて買えないよ。お母さんに助けてもらおう。もしもし、もう着いたの。ああ、あなたが病気の時ってわかるのよ。救急箱を持ってきたのよ。すぐに良くなるわ。まずは紅茶から。できたわ、飲んで。紅茶が嫌いなのは知ってるけど、元気になるためよ。うえ、熱が冷めても紅茶で死んじゃうよ。次はハーブよ。ああ、匂いを嗅ぐだけで元気になっちゃう。それ入れたらもっとまずくなるんじゃない。そうそう、そのまま飲み続けて。あ、そうだ、次はママ特製スープよ。豆のスープは嫌いだって。そんなこと言って、口を開けて。これで良くなるから。はい、よくできました。じゃあ次は、そうそう、リンゴ。もうちょっと艶を出さなきゃ。もう寝ちゃったの。寝冷えしないよう気をつけるのよ。うまくいった、よし、バレてない。じゃあ今度は私が先に行くね。やだ、超がっかり、こんな野菜最悪じゃん。そっちのはどう？最悪とは言わないけど、なくはないかな。決闘だ。たく、楽しいね。おい、やめろ、お遊びはおしまいだ。今度は寿司を作るんだ、俺好きなんだよね。
私も。はい、注文しないと。完璧、すぐ戻るね。切らないとだな。と、ダメか、どうしたらいいんだろう。あんたって変だよね。だけど並べる時間が取れたからいっか。寿司は見た目が大事なんだよ。新鮮、塩気が。わあ、自分で作ったの？まあね。何してんの？ちょっとカットしてるだけだよ。端を切り落としたら真ん中を切り抜くよ。いい感じでしょ？超いい感じ。変なの。そしたらソーセージを投入。ね、完璧。おお、カットしやすいじゃん。残す作業はあと一つ。かわいい寿司を召し上がれ。私はこっちを楽しませてもらうね。わ、で、金はすべて美味しくするんだよ。すご、見た目もいい感じでしょ。おしゃれなディナー、気に入った？正直かなり感心したよ。勝者はどっち？どっちもユニークだな。実食してみよう。こっちは匂いが面白い。どうかな、こっちはどうだ。で、どっち？わあ、勝利はゴールドだな。お疲れ。舌は正直だよね。髪の毛準備 OK。 本はどこかな。あった。持ち物が多いな。あとはペンはどこ？近くに置いたはずだけど。うわ、手積み、それ返しなさい。私のよ。信じられない。あ、古いポテチの容器、これ使えるかも。側面にホットグルーをつけます。次はこうやってひっくり返したら、そこにもつけてね。真ん中も交差させるのがおすすめ。できた。あとはひっくり返して容器を取り出したら、上と下をくっつけてチャックをつけます。ペンケースの出来上がり。私って天才。遅刻しちゃう。よし、行くわよ。待って、今回は私が先よ。ああ、金と銀のチェーン。次は私の番。インスタントラーメンか。どうしようかな。ああ、アイディアが浮かんだわ。この中に入れてみよう。よし、次はどうしよう。もちろん指輪よね。中に入れてっと。これで絶対に勝てるはず。きちんと閉じて。できたわ。これで完璧。本気で言ってるみたい。どうしようかな。よし、電気ケトルがあるから、どうにか一緒に使えないかな。じゃあ試してみるか。ラーメンを中に入れて、水も入れなきゃね。よし、これで OK。 閉じてからオンにしてっと。あ、沸騰してきた。すぐに沸いたわ。匂いも最高。お箸を用意してっと。お箸なら私も持ってるわよ。
ケトルに入ったラーメンか。何これ、金のチェーン食べられるの？ダメ、完全にアウト。このラーメンは茹で加減が完璧。このラウンドもリリーの勝ちよ。やった、1点リード。3、2、1。待って、あはは、面白い。一緒に開けよう。金色のパンダ、シンプルだけど工夫の仕様はあるわよね。どうしよっかな、トースト？トーストの作り方なんてわからない。僕も知りません。そうだ、いいこと考えた。パンをアルミホイルの上に置いてチーズを乗せたらこうやって挟むの。アルミホイルを折って、あとはあれだ、取ってこなきゃ。想像しいわね。あった。私のことは気にしないで、アイロンを借りるだけだから。このソーセージ美味しい。ケチャップ見つけた。あれ、ソーセージが。おい、起きろ、食べるなって言っただろ。わしじゃない。どうしよう、洗濯でもしてるの？あ、そうだ、ジュエリー。もちろんです、筋トレしなきゃ。ふう、きれい。これなんかいいかも、パンの上にのせちゃえ。料理って楽しい。金がたっぷり。それ料理？最後のパン、おめでとう。あ、サンドが焦げちゃう。いい匂い。地味じゃない？重すぎて持ち上げられないし。さあ、二人ともできた？わお、合格。やった。それは何かしら？食べられないから不合格よ。私から。うわ、これってザクロ？おしゃれな果物だね。おしゃれ？あ、そう。巨大スイカ？こんなんでどうしたらいいの？もう。もうから？待てよ。どうも、お嬢さんたち。ジュースを作ったらいいと思うんだ。どうかな？ここは暑いだろう。時間は設定したからな。時間制限ありなの？ゲーム開始。ふん、ジュースってやろうじゃん。うわ、これ結構硬い。鋭い包丁があってよかった。だね。で、これって汁あんの？私には手持ち泡立て器があるんだ。行きます。おう、いい感じ。そっちがその気なら。あれ？もっと急がないと。ほら、おいしいとこ全部ちょうだい。全然ダメ。そうだ、身を全部出しちゃおう。ね？おお、いい匂いがしてきたな。ジュースの出来上がりが近いからだよ。鮮度が命。これでいいね。こっちはまだ作業中。注射器に身を入れたら、お楽しみはここからだよ。ここに蛇口を設置して、勝ちを目指すなら急がないと。よっしゃ、オッケー。よーし、コップに注いでいこう。いいか？私はいいよ。私も準備 OK。 私も喉乾いてきちゃった。待て、俺のジュースを飲むつもりか？甘い。終了、ほぼ飲み切ったよ。最後の最後まで絞り取った感じだね。なんだよ。では二人とも勝者なわけないだろ。どうでもいいし。
おもちゃは最高。でもお金がかかります。皆さんのお気に入りのおもちゃをコメントで教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。